エデンズゼロは、マジマヒロによる日本の漫画作品。週刊少年マガジンにて2018年30号から連載中。マジマの過去作に共通する、ボーイミーツが R から始まる、冒険団だが、魔法が存在する世界を舞台にした、レーブや、フェアリーテイルとは異なり、神秘に満ちた宇宙を渡り歩く、惑星冒険者になっている。機械の住人の住まう惑星グランベル。 その唯一の人間であるシキグランベルは、惑星ブルーガーデンの冒険者ギルド流星の明かりに、属するレベッカとハッピーとの出会いを機に、外の世界である桜宇宙に旅立つ。レベッカとハッピー同様に流星の明かりの一員になった、シキは、桜空の伝説の存在とされるマザーに懐かしい、ものを感じ、マザーに会いに行くことを決意。 かつて魔王と呼ばれた、四季の育ての親父ギーが残した、魔王戦艦エデンズゼロを発見した三人は、乗組員となり、盗賊、ワイズ、剣士ホムラ、アンドロイドのピーノなど、様々な仲間を集めながら、宇宙を駆け抜けていく。恋の孔は、メディアミックスにおける声優。主要人物魔王4構成その他魔王4黒星、その他成形6位乗り進む銀河系情報機関その他。 桜の花びらが舞う宇宙。遊魚を踊る宇宙。数年に一度広がっている海が満潮になる。オールリンクと呼ばれる現象がありその間はすべてのネットワークがつながる。2020年6月に原作者のマジマがツイッター上にてテレビアニメ化を発表した。2021年4月から10月まで日本テレビ他にて放送された。ナレーションは ジギー役の大塚義忠が担当。コナミデジタルエンタテインメントより、家庭用およびモバイル向けゲームソフトが発売予定。ありがとうございます。